第13回日本レコード大賞は1971年12月31日に帝国劇場で行われた13回目の日本レコード大賞である。第13回の大賞は尾崎清彦のまた会う日までに決定し、先に行われた第2回日本歌謡大賞を受賞していたため、史上初の2冠達成となった尾崎清彦は初の受賞。 受賞時に尾崎はトロフィーを持ち上げて、笑顔で V サインを押し、当時物議を醸した。そして副賞として、スポンサーのトヨタ自動車から初代トヨタセリカ 1600ST が贈られた。しかし尾崎清彦さんが、レコード対象受賞当時初代、スバルレオーネの CM キャラクターを務めており、競合他社の商品をもらう、という前代未聞の事態になった。 しかし2005年10月にトヨタがスバルの親会社になったこともあり、今となっては果たしてどうなのかということあり、視聴率は0.4ピン下落し36.3%。特別参照の発表が、これまでの参照を続けて発表する形から別々に発表されるようになったのはこの年から。この日は金曜日であったため、テレビは19時の帰ってきたウルトラマン。 19時30分のドン、アタック、20時のクイーンズボーリングの3本が休止。ウルトラシリーズ作品が大晦日特番で休止したのは、1967年に当時の大晦日特番、オールスター大更新で休止されたウルトラセブン以来である。静岡放送は、この年のレコード大賞を放送した金曜日の放送時間枠が日本テレビ系列の放送枠だったため、 静岡県では本年度のみネットされなかった。今回使用のマイクロフォンはナショナル WM-780G を使用。なお、キマンは同年7月30日に全日空機雫石衝突事故関連報道特別番組で休止一周繰り下げ放送となって以来で今回を含めて2回休止があった。ありがとうございます。